マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。もうとにかくお腹周りのお肉が邪魔で気になるってことないですか？そこでこの動画ではお腹周りをスッキリさせる方法がわかるんです。もしあなたがこのダイエット法でお腹周りをスッキリさせたいなと思っていらっしゃるようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ぽっこりお腹を解消する方法3選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜお腹周りがすっきりするのでしょうか、その理由と、2つ目、お腹周りをすっきりさせる方法3選について詳しくお話しますね。では1つ目の項目です。なぜお腹周りがすっきりするのでしょうか、その理由ポイントがあるんですね。3つあります。1つ目です。あなたの腸内環境は整う方法だからなんです。これすっごく大事。 もし健康的で綺麗に痩せたいってもう心から思うのであれば、何をまずすればよいか、あなたの腸内環境が整うってことがもうこれ一番先にしないといけないことなんですね。なぜかというと、たとえ痩せてももともと太ったままの体質で痩せたところでね、待ってるのはリバウンドです。痩せたでも戻った、もう繰り返しだと本当にね、もう嫌になりませんか？もうダイエットも嫌だって思いませんか？なのでしっかりとですね、もうダイエット卒業です。ちゃんと腸内環境が整っていれば、根本的な痩せ体質、生まれ変わることができるんですね。そうするとあなたはもうね、リバウンドなしです。しかも健康で綺麗っていう、すっごくねいいことが待ってます。なのでぜひまずはこの腸内環境を整えるイコール痩せ菌を増やすこと、種類を増やすこと、そしてその菌たちがいつまでもね元気で仲良くあなたのお腹でね暮らしてくれる、こういった環境をね作ってあげることがとってもね大事になってくるんですね。その方法になります。2つ目です。糖質をコントロールすることができるからなんです。今ですね、ダイエットちょっと前までは、太るイコールカロリーオーバーというね、そういったねカロリー計算しましょうとかというね考え方が主流だったんですけども、もちろんねそれも大事なんですが、実はそのカロリーだけで気をつけるというよりはですね、そもそも何を食べてるかっていうのが大事だって言われてるんですね。でそもそも太る元というのはカロリーオーバーよりも糖質です。私たち人間はですね、そんなに糖質たくさん食べるようなその必要性がある体ではね、もう昔からないって言われてます。でね、今の現代人は食べ過ぎなんですよ。そもそも昔の方ってこんな糖質取れる機会なかったんですよね。大体タンパク質とか食物繊維だったんです。ところがもう今溢れてますよね。もう白米、パン、パスタ、うどんとか麺類、もう全部太りますよね。取りすぎれば全て糖質なんですね。ですから今はカロリー計算よりも何よりも糖質計算です。いかに糖質をしっかりとね脂肪に変わる前の量で抑えるかっていう、ここすっごく大事なんですよね。で糖質っていうのはやっぱりね甘いものですよね。白米も甘みがありますね。パンだってそう、食べた時に甘みを感じるものって絶対糖質入ってるんですね。でちょっとここでね注意していただきたいんですが、じゃあその甘さは感じるけれどもカロリーゼロの例えばお菓子とかドリンクってありますよね。あれだったらいいんじゃないの？それはもっとダメです。なぜかというと自然のものではないから、お砂糖の何百倍って甘さがあるのにもかかわらずカロリーが取れないって、これ異常なことなんですね。そんなものを召し上がってしまうとダイエットによくね謝りがちなことなんですけども、カロリーばっかり気にしてねそんなものを入れると余計太ります。もういいわけがない。だって自然のものじゃないですからね。なので味覚がおかしくなって、味覚異常になってますます甘いものがやめられない、止まらないで糖質いっぱい取っちゃうんですよね。ですからもちろんそれも本当ね、もう除外です。もう食べちゃダメで、プラス普通の自然食の中にも糖質で絶対入ってます。お野菜にだって入ってる。例えば甘いお野菜、人参とかかぼちゃとかさつまいもとか美味しいですよね。でも入ってる。そういったのをちょっと気をつけるだけでも太るもとを抑えることができますから、この糖質コントロールってめちゃくちゃ大事なダイエット法の一つなんですね。で3つ目、自律神経のバランスが整うから。これめちゃくちゃ大事。
なぜかと言いますと、この1つ目の腸内環境大事とお伝えしましたよね。でこの腸の臓器、これめちゃくちゃ大事なんですよっていうのもお話ししました。でその腸を動かしているのが自律神経なんですよね。でその時に自律神経のバランスを乱してしまうことをすると太ります。なぜかというと腸が、まあ、以外の内臓も全部動かなくなるからなんですよね。ちゃんと働いてもらえない、それはまずいです。代謝が落ちるし、そもそも病気にもなります。なのでしっかりとこの自律神経のバランスも整えるっていうのもダイエットにね欠かせない一つの大事なポイントになってくるんですね。では2つ目の項目です。お腹周りをすっきりさせる方法の3選ということで3つ今からお伝えします。まず1つ目、16時間ダイエットをしましょう。これは何かと言いますと、16時間ファスティングとか16時間断食と呼ばれるこの16時間ね、空腹時間を作りましょうという簡単なダイエット法になります。そのメリットは、空腹時間を作るとどんどん脂肪を燃やすことができるんですね。でただ日中昼間ね16時間食べないって難しいと思うんですね。じゃあどうすればよいのかっていうと、あなたの睡眠時間を味方につけて、うまくその前後で数時間食べることをお休みするだけで簡単に16時間空けることができます。でおすすめはやっぱり夕飯です。晩ご飯をお休みされると、結局例えば今日お昼を食べた、結構早めに、でそこから夕食お休みすると翌朝まで食べないわけですよね。そうすると簡単に16時間空けることができます。で最低でもやっぱり10時間とか12時間って言われてますけれども、なぜ16という数字なのか、その理由があります。それはここオートファジーが働き出すのがお腹の中に何にも入れない時間で、16時間経った以後からこの細胞の生まれ変わりが始まるんですね。簡単に言うと若返りです。古い細胞を全部かき集めて、それを材料に新しい細胞を作ってくれる働きが私たちの体には備わってます。それが動き出すのは16時間経ってからなので、まあ、できれば頑張る方は16時間以上空けると、もっとそのオートファジーが働きますから、もっともっと若返っちゃうっていうねことになるんです。でこれちょっと注意なんですけども、16時間もねお食事お休みしたわけですよね。なのでこの16時間ダイエット明けに一番に食べるものはね、やっぱり消化にいいもの。いきなりここでねがっつりとお肉とかケーキとかダメですよ。そういうのものではなくって、まあ、腸活メニュー、和食中心で消化にいいもの、お肉とか卵とか、ちょっと動物性のお休みする、あの玄米のおもゆとか味噌汁とか、そういったものからゆっくりとよく噛んで食べる方が効果がもう何倍にもなって帰ってきますから、ぜひ16時間ダイエット明けに食べるお食事の内容メニューは腸活ベースで、しかも消化にいいものをよく噛んででお願いしますね。ではぽっこりお腹を解消する方法の2つ目はこちらです。炭水化物を摂るのを休むです。先ほど16時間ダイエットの時にお伝えしましたが、例えば夕食をそも抜くというのも OK なんですけども、まあ、どうしてもね食べたいなっていう方は、せめて夕食の時のね炭水化物、要は白米とかパンとかパスタとかラーメンとか焼きそばとかうどんとか、そういった糖質のもうねオンパレードを取るのをやめる。でその代わり何を食べればいいかというと、たっぷりのタンパク質、お肉とかお魚とか大豆製品ですね、卵とかにたっぷりのお野菜ですね、手のひらこの2つ重ねたぐらいの大きさのもの乗るぐらいしっかり食べていただいていいです。でとにかくですね、1つ目の項目でもお伝えしましたが、太る原因は、まあ、カロリー計算もあるんだけれども、それ以上に糖質が原因ですよってことなんですよ、太るって。そしてその糖質を取ると血糖値が急上昇しますね。その急上昇させるから脂肪がどんどん溜まってしまうんですよ。これをいかに抑えるかが、脂肪がね溜め込まずに済むかって直結してるわけです。ですからわざわざ脂肪を溜め込むような糖質を取るなっていうことなんですよね、お休みする。なのでそういったものをお休みしましょう。でどうしても時はですね、日中お休みできないという方は、例えば白米よりも玄米、真っ白い精製した小麦よりも全粒粉とか
ライ麦パンとか米粉パン、そういったのを食べてみる。そしてパスタよりもやっぱりね、10割そばとかそういった小麦が入っていないものを取られるとよりいいと思います。では3つ目のポイントはこちら、睡眠を7時間は取りましょうです。これね、なかなか難しいですよね。すごくわかります。なので1週間のうちにも1日でも2日でも、もう今日はいいと、もう家事とかね、片付けとかも置いといて寝ようって、寝てほしいんですよね。そうすると痩せるんです。なぜかというと、まあ、とにかくもう睡眠大事って皆さんお分かりだと思うんですが、ダイエットにもめちゃくちゃ大事なんですよね。睡眠不足になりますと、まあ、デブホルモンが増えちゃうし、そもそもその痩せホルモンを作る材料がね、なかなかうまく機能しないっていうことにもなります。でまたこの2番目のね、炭水化物イコール糖質ですよね。そう、糖質を取った時に代謝でわーって燃やす力が落ちるんですよ。睡眠不足になるとどうなるか、血液中の中性脂肪が増えちゃうんですよね。糖代謝がうまくできないっていうことは、その余った糖質が中性脂肪として血液中残るわけですから、ものすごくよろしくないわけですよね。いかに血液中の中性脂肪値を作らないか、まあ、イコール糖の代謝を上げるかということは寝ることなんですよ。すっごく大事なんですね。ですからしっかりと寝ちゃう、もう寝るだけで痩せたら一番いいと思いませんか。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のお話のポイントは、とにかくお腹周りの邪魔な肉をすっきりさせたいということでしたら、しっかりと今お伝えした食事法を取り入れることで一つずつクリアになっていきますから、ぜひ楽しみながら取り組んでみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメント欄にコメントもいただけますと、とっても励みになっております。次の動画でお会いしましょう。